本丸からボリ薄い城は、現在の千葉県桜市雨水田付近にあった、日本の城。桜市指定史跡。永久2年、平城県のこの常安が雨水に今日気づき薄い、六郎を称したと伝えられるが、その館が、この雨水城であったかどうかは定かではなく、雨水市の中高の祖と言われる、雨水を沖種の第二城としての基礎が置かれたと言われている。 京徳の乱の折、文明10年12月10日の境根源合戦で、千葉地種に敗北した千葉高種は、薄い京種の養子となっていた一族の薄い餅種の守る薄い城に籠城した。7ヶ月に及ぶ籠城戦の末、文明11年7月15日に包囲を緩めた様子を見た白型が打って出て、激戦となり、そして落城したと伝えられる。その時、 大田道館の甥いの大田助忠らが内死にし、現在も薄井城の土塁の上に、大田助忠の墓が残されている。その後、足利正氏の次男、足利義明が、小弓城を制圧し小弓久保を自称した際には、薄井城主の薄井影種は、小弓久保側に立ち、千葉高種の着難勝種とは立場をことにした。だが、天文7年10月第一次高の大合戦で、 足利義明が内地にした後は、千葉市の影響下に服した。永6四年、宇井久種の時、上杉謙信の小田原攻めに降下した里見勢の数さ、大滝上主、正木信繁に攻められ、薄井城は落城し、久種は、有城城の有城春友を頼って脱出、宇井氏は滅亡した。なお一説によれば、その事情は貢献していた、久種の母方の祖父に当たるとされる、 原種貞に乗っ取られた状態で、まだ十代だった、久し種は、軟禁状態にあった、ともされ、正木信の武の攻撃による混乱を後期と捉え、原種貞の娘とされる母と共に城を脱出し、結城氏に侵入したとも言われており、結局、薄井城は、原氏の支柱に収まったとのことである。A69 年には、上杉謙信と、里見義弘に攻められ原種貞らが、 宇水城に立てこもり、3月20日には、落城寸前となったものの、原種貞より指揮を受け継いだ軍師、白井清さんの死望と、その指示に基づいた北条氏側の松田康里らの戦場働きにより、謙信を大敗させている。天正2年に、原井庭は、里見勢に、生見城を追われたため、その後原氏が宇水城を本拠とする。戦国時代末期には、 原氏が上主であったが、天正18年の小田原征伐で、徳川氏に敗れ、堺家継が三万国で入法する。文禄二年に、木内より出荷し改陣に返し、その後、堺家継は、慶長9年12月、上野国高崎藩に家造移法、薄井藩は廃藩となり薄井城は廃城となった。室町時代後期以降の戦乱の時代において、 後期千葉市の夜本佐草城と比べて、歴史的により重要な役割を果たしたが、戦乱の時代が終わり、土井都市活により、慶長15年に桜城が完成するに至ってその役目を終えた。現在は、薄井城市公園として整備されている。ありがとうございます。